どうしたらいいの？さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい。はい。今回は。今回の動画なんですけれども。ポッキーゲームをやってみたー。何？ポッキーゲームって。そもそもポッキーゲームってどうするの？なんかよく、なんか、ポッキーゲームをね、してくださいとかコメントいただいたりとか、あの、他の YouTuber さんでもポッキーゲームしてるのあると思うんですけど、うん、あれって、付き合ってない友達、男女のね、友達とか、あと男同士の、あの、友達同士とかね、で、やるから盛り上がると思うの。そうだね。あの、うちらがさ、ポッキーゲーム普通にしたらさ、ストゥ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 ルン。チューってもう普通になっちゃうよね。まあ、でもね、その、いっぱいポッキーを送っていただいてたんですね。やらないわけにはいかない。やらないわけにはいかない。というわけで、とりあえず一回さ、普通にポッキーゲームしてみよう。うん。うん。終了。ポッキー。どうしたらいいのかな？どっちがいい？どっちでもいいよ。じゃあ美味しいよ。うん、ありがとう。はい、よい、スタート。ん？どうしたらいいの？恥ずかしいの？まあ、こうなるよねっていうね。うん。話ですよ。うちなんかしたらこうなるわけですよ。うん。なので、はい、今回は、ちょっと趣向を変えて、どれだけ短く攻められるかっていうのをちょっとやっていこうかなと思うんですけど、ルールはキスしちゃダメ。なるほど。途中で折れたらそこで終わり。はいはいはい。で、途中で折らずに唇も触れずに、そのポッキーをどこまで短い距離まで攻められるかっていうのをやっていきたいと思います。はい、わかりました。ひょにょ。じゃあとりあえず今度こっち、うん、もう、唇が触れたらもうアウトね。うん。じゃあもう短くするんだよね。そうそう。ドルコーまで短くね。うん。いきまーす。うん。あー！触れちゃ。うん。ダメよ。あー！ごめん。あ、わかんない。なんでダメだ？ここって言うの。もう一回やろ？もう一回。うん。攻めるね。うん。あ、うん。1.5 センチくらいまでじゃん。なんちゅうゲームだよ、これ。うん。うん。1.5 センチくらいかな。うん。いや、ちょっと次、1センチ攻めようぜ。1センチね。うん。でも結構攻めるね。うん。結構攻めよう。じゃ今度俺こっちもらおう。じゃ、いきまーす。ついたね。ついたね。うん。食べちゃダメ！あ、今わざと短くしたでしょ。違うよ。あ、そうか、食べちゃダメなんだ。口に入ってるやつはカウントしないのかなと思った。あ、そういうことね。でもさっきより長い。うん、長いし、2センチくらいなんだ。難しいなぁ。ちょっとカメラちょこちょこ見ながらじゃダメなの。ちょっと全くわかんないからさ。確かにね。カメラ見ながら確認しながらね。そう、今どこら辺まで。確かに確かに。うんうん、行きます。うん、見れる？逆にカメラが見えない。え、じゃあいいよ、来て。うん、いける。
下唇が当たっそうだね、当たっちゃうね。しゃくれてんじゃねえの俺が嘘嘘難しいなひょにょいや翔太全然動いてねえじゃん。ついた？うん。恥ずかしいなぁ。2センチくらい。うん。はい。はい。まあ、正直何が正解なのか難しいんだけど。ね、まあでも、うん。まあでも今のところ記録は 1.5 センチ。ということで、これ最後の挑戦にしたいと思います。うん、最後。1センチ目だと。うん。はい、じゃあ行きまーす。少量って言ってんだろ。はい、というわけでですね、今回はポッキーゲームにチャレンジしてみました。はい、まあ、記録は 1.5 センチということで、うん、はいはいはい、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、というわけで、はい、今回の動画が、面白いなと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。最後どっちがさ早く食べれるか。いいよ。ゲームね。うん。よーい、そう。一緒だった。切るよ。